はい、どうも、こんにちは。今回ね、デトロイトビカムヒューマン続きからやっていこうかなと思います。前回は、一 週間ぐらいやってねえから忘れたわ。確かでも、カーラが、なんかやばい奴の家からなんとか逃れ切って新しいスタート切ったわけよ。で、マーカスがさあ行こうかぐらいか。さあ、工場に行こうみたいな。やっぱ操作忘れた。ちょっと待って。操作確認しよう。ちょっと待ってね。操作を確認しよう。マインドバ、少な操作。は？さあ行こうか。あそこにいるね、アマンダ。とりあえずなんか今回は、この辺らしい。とりあえずは。傘を持ってるけど刺さないっていう。でもぶっちゃけどうなんだろうね。確かにアンドロイド、どうなんだろうね。傘いるのかな？傘いるのかな？ちょっと失礼だけど。刺さないってことはそういうことなのかね。まあ、傘持っていってるだけなのかな？人のために。防水機能なんかそれあるだろうからね。アマンダさん、お久しぶりです。僕もしばらくやってなかったんで。かなり久しぶりです、アマンダさん。失礼します。こんにちは、アマンダ。アマンダ、こんにちコは。ナン、はい。待っていましたよ。ありがとうございます。少し歩きましょつかめ当たりませんか、アマンダさん。あ、なるほど。刺してあげると。行きましょう。何これ。 あ、の変異体は非常に興味深い。誰っすか。捕まえられなくて残念です。あいつか。俺逃がしてもらったわ。ちょっと合理的に答える、説明する、間違い認める。認めよおっしゃる通りです。私の力が及ばず。収穫はありましたか？あ、でも変態、そっか。あ、そう、そっちか。そっちか。あいつじゃないわ。まあ、先に言おう。日記を見つけましたが、暗号化されていて、カーラの時じゃないか。解読には数週間かかります。他には？だったら合理的に答えればよかったな。壁一面に迷路のような絵やシンボルが書かれていました。RA9 です他の変異体同様、RA9 に執着していたようです。ね。あと少しで変異体を捕まえられたというのに。これあれか、だから前回警警部を助部補けとたんのだ。関係はどうなりまそう、し警部た？を助けたんだよ、前回。ハンクの救出言っていいの、これ。助けたことを感謝しているようでした。言葉ではなく彼なりの表現方法で。いいじゃん。あ、天田姉さんどうしたんですか？濡れますよ、あん時た。間がありません。は変異は広がり続けている。じきい。に世の中にも知れ渡ることでしょまだ知れ渡ってないんう。だ。何としてでも 止めなければ。必ず私が事件を解決します。了解っす。お任せください。お任せください。新しい報告が。なんすか？アンダーソンを探して捜査しなさい。え？どこ行ったの今、アンダーソン。あ、アンダーソン大好きか。警部の方か。そっかそっか。あれ、警部の名前なんだっけ？ ハンクか。ハンクね。オッケー。アンダーソン大好きか。アンダーソンどこ行ったんだよ。逃げたのかよ。アンダーソン、どこ行ったのよ。これさ、車って結局、こうなんのかな？最終形態は。右か。右で操作か。それすら忘れてた。アンダーソン警部を探す。アンダーソン警部を探す。警部補？誰アンダーソン警部補って。ん？あれ、ハンクでしょ？だって、俺の相棒、あ、相棒は。何これ？何？なんかある？暗すぎてわかんねえよ。覗くじゃん。いないね。アンダーソン警部誰？まあ、こっちから覗こうか。あ、これ覗けんじゃない？ワンちゃんはいるな。あれ、ワンちゃんか。誰だ、アンダーソン警部って。
誰？名前なんか聞いたことあんな。アンダーソン警部補。あれ？ハンク・アンダーソンかな？あれ？いらっしゃいますか？そっか、だって犬飼ったもんな、ハンク。めっちゃ鳴らすやん。クソうるさ。ん？大丈夫？アンダーソン。ハンク・アンダーソンだっけ？ハンク・アンダーソンだったかもな。ワンちゃん飼ってるって言ってたもんな。これ裏から回るんじゃないの？違うのかな？一応もう一回見てみる？あ、なんか動いた。じゃあアングルが特殊だ。何これ？何も読み取ってないんだよな、でも。回んないの、こっから。なんか裏あんじゃないの、裏。暗すぎー暗すぎー。あれ、でもピンポン押しまくれば来んのかな。なんだおいって来んのかな。ハンク、あ、そっか、ハンク・アンダーソン警部補だったかな。そう言われればそうかもしれない。なんかハンク読んでたから。こっちはお家行けるかな。でも普通にくっそ暗いけど。ああんじゃん。ほらやっぱこっちじゃん、言ったじゃん。ほら、あ、テレビついてる。ワンちゃんいる。あ、倒れてる。意識失ってる。アンダーソン警部補。壊す。なぜその距離を置いた。いい子だ。くそー、友達だよ。かわいい。名前も知ってる。コナーの反応かわいいな。助けたいんだ。ハンク、そっくりです。大丈夫？ハンク酔っ払ってるだけじゃないのこれ。あ、あった。なんかでも、なんかついてるね。ブラックラム、ウイスキー。はい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 。お、普通にぶっ倒れた。あ、リボルバー、残り一発。え、怪しくないですか？え、これ、撃たれてんの？わずかの不整脈、外傷なし。オッケーオッケー。大丈夫か。あ、やっぱ普通にだから、あれでしょ、酔いつぶれただけでしょ。警部補。ミチルに香水のこと疑い。警部補。起きてください。コナーです。面白。そこアメリカンだよな。これからあなたの酔いを覚まします。ほっとけってんだよ。させてもらいます。アンドロイドめ、うん、俺の家から出てけ。あなたの力が必要なんです。立ち上がってくれよ。さっさと出てけってんだよ。まだ酔っ払ってんのかよこれ。めんどくせえなめんどくせえな。浴室に連れていく。どっち？スノー、やれ。いい子だ、やれ。どっち浴室って。あ、くそ、まずい、吐きそうだ。だからほっとけって言ってんだろ。うん、俺はどこにも行かねえ。何やってんの。行くよおじちゃん。何してんだ。危な、危ない危ない危ない。風呂なんて入らねえぞ。すみません警部補。何？あなたのためです。怖っ。怖くね、なんか怖いんだけど。コナー、あ、目を覚ますんだ。目を覚ますに来たってこと。強引だな。お前ここで何してんだ。
目覚めた。43分前、殺人事件の通報があり、バーにいらっしゃらなかったので自宅に来ました。なるほど。だが、何が悲しくて自分のアンドロイドに、てめえの家でこんなひどい目に遭わされなきゃならねえってんだよ。頼むからほっといてくれよ。無理なんだよ、まあ、普通にセラピーを進める、まあ、合理的にこうとりあえず。それはできません。あなたなしではこの事件の捜査が進められないんです。そうなんですよ。お前の任務なんて俺の知ったことか。俺の任務はお前の任務。いえ、まともな余計なお世話だよ。さっさと出ていけ。そこに座らせるの茶化す。茶化すって何？茶化すって。茶化してみるじゃん。そうですか。まあどうせつまらない事件ですし、風俗店で発生した殺人事件です。私たち抜きでも平気でしょう。茶化したな。風に当たるのも悪くはないかもな。これが茶化すなんだ。寝室から服を持ってきてくれ。おー、ありがとう、ありがとう。来てくれるんだ。すぐできます。ありがとうね。頼むよ。本当に。無心っすか。失礼するよ。泣かないか、他に。よし。何も出なかったわ。失礼するよ。どの服にしますか。どれでもいい。どれにしよう。ヒッピーじゃない、ヒッピーって何これ、ヒッピーって。ボーダーわかるな。ヒッピー、ガラシャツ。ヒッピー何服、ヒッピーって。ヒッピーって何ヒッピーって何これ、ヒッピーって。わかんないけど、ヒッピー取ろう。センスないかもしんねえけど、ヒッピー行きまーす。ボーダーって別なんか、いや、でもそこは白黒だったら別にいいな。ヒッピー何これ、ヒッピーって。ヒッピー気になるんだけど。吐いてるね。平気ですか、警部補。いい気分だ。さすがにそのシーンは見せないんだ、さすがに。待ちますと。おおおおおお、やめてくれ、やめてくれ。あ、まあ、家宅捜索ありますね。家宅捜索が。皆さん、失礼します。寝室、兄さん、寝室失礼します。なんすかこれ、兄さん、ちょっと、見てんじゃないですか。スクリーンで映るように、脱コンセント、大学野球代表選手はスポンサー支援を受けるべきか、最新のタッチダウンリプレイ技術なら、精度 100% の判定が可能に。いやもう。脱コンセント、スクリーンの通病に P ・ゴルダンスキー博士による最近の研究が画面の前にいる時間と昨今の抗うつ薬蔓延の関連性を明らかにした。起きてから寝るまでの間、我々はスクリーンを使う機器に囲まれています。まあスマホだよな。我々はスクリーンを使う機器に囲まれています。当然ながらテレビを見すぎたからといって目が四角くなることはありませんが、その他の有害な症状を誘発する可能性がありますと博士は語る。症状には睡眠不足や目の突っ張りが含まれ、また一対一の交流がなくなることで感情の発育不全やうつ病の発症に至るケースもあるという。スマホ怖いよな。博士の研究では3人に2人が抗うつ薬を服用しており、主な原因は社会交流の欠如だという。さらにコミュニケーションの 82% がデバイス経由で行われ、対面コミュニケーションが減ったことで人間関係にも悪影響が及んでいるようだ。これを受けてサイバーライフ社は、人々のコミュニケーション能力回復のためのカウンセラー拡張機能を同社アンドロイドに導入した。アップグレード費用は150ドルで、家族全員でのグループセラピーや年齢別のアクティビティが用意されている。しかしゴルダンスギー博士は懐疑的だ。この社会はテクノロジー中毒の状態です。新たな技術を導入することが解決策になるとは思いません。それよりも外に出て人と話すべきです。まあそうっすよ。博士、もう本質わかってるよね。ものの本質わかってる博士は。次はね、これ。ん？表紙。裏面何これ、裏面は。愛のダルク、パートナーアンドロイドが爆発的人気。あ、この顔あれじゃない、あれだよ。マーカスにいたやつじゃない、マーカスの仲間に。ビッグデータで犯人特定、警察が利用するマーケティングデータ、政治、上院は本当に堕落したのか。よし、まあ、とりあえず読みだった。いい記事読んでんじゃん。全然なんかそんなやましい記事じゃないじゃん。くっそ。もうちょっと面白いものが見れると思ったのにな。まあまあ、見よう。多分これ全部見終わるまで多分、開く。あ、開けんだでも。ハンクのこと思ったし。知っちゃおうかな、じゃあ俺が。知っちゃうぞ、こら。おーい。L1。エリチャルよ。まあ、調べようか。それも、持つ。質問する。質問すんの、こっから。
まあ、何も言わなくていいよ。ハンクに自殺の傾向？あー、なるほど。だとしたら、それは言わないのもありんじゃない？割と。言わないのもありだったんじゃないの？普通に。椅子。戻す。操作むずいんだよな。あ、見る見るあれね。お、息子さんかな。かわいい。あー、コール・アンダーソン。それは2029年9月23日。あー、ごめんなさい、なくしたんだ。あ、こっちしか当たってない。やばい。かっこいいじゃん、服。服か、服かっけえじゃん。似合ってるよ。かっけえじゃん。こっち側見てない。あ、でもいい。でも、まあでも、あっち裏は割と有益な情報を得たんじゃないか。自殺の可能性とだって、あれじゃん。ロシアンルーレットって。ハンクをしたく。ああ、4つもあったんだ。へえ。4つもあったんだな。こう本読まなかった方がよかったかな。あ、マーカスっぽい。どうしようかな、どこら辺で切ろうかな。マーカスで多分終わんないと思うけど、どっかセーブしたら、やめるわ。割と、時間があれだから。ワンチャン追われるけどね。ワンチャン追われるけど。怖いって。怖くない？これアクション怖くない？うん。お、勇者揃ってんね。サイバーライトの倉庫を探そう。そこに部品とブルーブラッドがある。おう。ついてきて。お前、お前についていくの？危なくねえ、お前。は？そんなバカみたいな、バカ正直に言って大丈夫？そんなバカ正直に言って大丈夫か？いや、俺言ってるって、言ってるって俺。は？は？あの、でも隠密に行こうと、一応。見られるなよって言われても。気をつけて。うん。何？あー、ドローンが。で、どうするんだ。別のルートを探す。あ、これあれかな、声出してないのかな、もしかして。ん、これ動いてる俺。あ、動いてる。見えない見えない、全然見えない、全然見えてないよ、全然見えてない、全然見えてないよ。大丈夫、全然俺見えてないけど、暗すぎて。早く行けよ。は？登れないんだけど。ああ。音でバレるでしょ。あ、サイバーライフ。音でバレるだろ、こんなの。これ。どこどこどこ、ここ、ここでいいの？オッケーオッケー。今、サイモンとノース出てなかった、今。怖えバレーの、逆にこれ音ガンガン出してるけどね。音ガンガン出してるけどバレーなの、これ。誰か一人やられそうな気がするんだけど、誰か一人バレそうじゃない、なんか。倉庫はこの先、これ瞬時の判断能力が。これ映像？映像か？やばい、ドローンいる、ドローンいるって、あそこ、あそこドローンいるって。お、いいね、なんかエージェント感あるね。かっけえ。マーベルみたい。マーベル見たことないけど、マーベルっぽい。え？どうすんの？え？どうすんの？予測。
て、こっから行って、ついて、お、行ってんじゃないの？ダメ？あ、届かないわ。じゃあ戻って、え、じゃあ、戻って、こっちは？これは？ここどう？ちょっと落ちるくない？俺。俺落ちるでしょ、これ。え、これでいい？大丈夫？大丈夫？これ。つかめる？マーカス。マーカスいける？これ。マーカス？マーカス待つか？待って。捕まえたね。やばい。バレるくない？バレるくない？抑えた。平気だ。やるじゃないの。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。これバレないの？ああ、こっちか。邪魔だってお前ら、おい。なんかあれ？お、いっぱいあんねえ。何？どうした？働けよ、お前も。ああ。あなたたちは私有地に立ち入っています。あー、アンドレでバレた。侵入はレベル2の違反行為。うん、この情報をセンターに送ります。ジャーン、たく、あの機械はどこ行きやがった。え、なになになに、警備を殺す。隠れる、捕まえて隠れる。いや、捕まえて隠れた方がいいでしょ。これで送られる気がするけどね。あ、まさか。ジョン、動かない。最初はドローンで、お次は勘弁してくれよ。バレなかった？バレなかった？どうすんの？そろそろここから脱出するぞ。ブルーブラッドを探せ。これじゃまだ足りない。協力してくれたの？あいつ協力したの？ダメでしょ。大丈夫？行こうぜ、もう大丈夫って。行こう行こう。もっと大きな箱を調べる。怖いって。捕まんって。これ、これか、大きな子って。これか、刃物で開けれるのかよ。クソ雑魚だな。クソ雑魚じゃん、この箱。何が入ってんの？バレそう。クッソバレそう。クッソ目立ってるもんなって俺ら。仲間がいっぱいいんじゃん。仲間にしようぜ。みんな顔同じだけど。僕たちのように。うん、まさか動けるのか。逃がすよ。行こうぜ。仲間多い方がいい、当たり前だろな。あ、みんな来いよ。みんな同じ声だけど大丈夫かな。みんな同じ声だけど。同じ顔はやばくない？革命家です、どうも。あ、みんなの評価が上がっていく。部品はいただいた、行こう。逆にバレやすくなったけど、でも3人増えたからバレやすくなったけど。え、お前 GJ500、 グッジョブ。犯犯したのに置いていくのか。一緒に連れて行くなんて危険すぎる。受けよ。連れて行く。もっと部品を手に入れたくないかい。怖い怖い怖い、こいつ騙されそう。やばい。トラックだよ。何？生体部品がぎっしりな。
自動運転になってるが、鍵があればマニュアルにできる。そうなんだ。俺が持っている。言えよ。あそこの制御室。これ騙されてんじゃないの。やばいかも、やり直し。気づかれずに鍵を盗むんだ。やり直しかもしれない。自殺行為だよ。部品は手に入れたんだ。捕まる前にここを出た方がいい。トラックいっぱいの部品があればみんなを手当てできる。逃す手はないでしょう。残されたみんなはそんなの危険すぎるだろう。うわー、怖っ。ちょっと、いやー、でも手に入れればいいよ。多分成功すれば大丈夫。僕が戻らなかったら行ってくれ。マーカス、私も行く。ダメだ、一人で行く。二人も犠牲になる必要はないからな。犠牲なる前提かよ。これちょっと一旦終わっていい？ごめん、これ一旦終わるわ。一旦終わる。ちょっとね、一旦ここで切るね。ごめん、じゃあ、あたしだ。